ファースト写真集発売ということで、はい、内容を教えてください。内容はアイドルの写真集というよりは10代の女の子をテーマにした作品集で、私もこういうセーラー服とか本当学校の制服を着た作品にいつか参加できたらいいなっていう夢があったので、それを自分の写真集で叶えることができました。じゃあ夢が叶った写真集。そうですね。というよりも私の力じゃなくて青山さんとファンの皆さんが生駒ちゃんの写真集を作ろうっていう言ってくださったからできたので、本当皆さんのおかげでできた写真集です。中でもお気に入りの写真とかございますか？お気に入りはこれ何でもいいんですけど、出しちゃダメですけど、どうしようかな、結構たくさんあるんですけど、私の趣味が出てる作品集なんですけど、この黒いセーラーで、本当は黒いタイツを履いてるので全身を買った時に見てほしいんですけど、こういうのを撮りたいって自分で言って、青山さんにいいよって言ってもらいました。理由は撮りたかったから。撮りたかったから。ちょっと広げたままそのまま撮っていいですか？ちょっと10代のうちじゃないとセーラー服が本当に似合わないなと思って、本当にもう二度とちゃんとこういう風に着れないものだけを着ました。撮影時期は20歳になる前。そうです、はい。もう20代になったら撮れないので、10代のうち限定の時間が大事です。でも乃木坂46で制服も着られます。あとはもう何でしょう、そう仕事着みたいな、もうこれからはまあ高校卒業してもコスプレですけど、まだ10代は許されると思うので、そういうものも含めてブランド、10代ブランドを使いたかった。もし次回があるとしたら制服は NG なんですか？もう着たらなんか作品にはならないと思うので20歳の自分が着るなので、本当この時にしか撮れないものを撮りました。その写真集、点数つけるとしたら何点ぐらいですかね？でも作品としてはすごいいいと思いますけど、自分であんまり高い点数つけられないんで65点とかですか。でも青山さんの腕は120点、はい。メンバーのどなたかに見せましたか？でもみんな、なんか生駒ちゃん見たよってすごい、2月22日に4周年のバースデーだったんですけど、46時間 TV っていう46時間ぶっ続けでやる生配信をしたんですよ。多分その休憩時間にみんな見てくれてて、こういう生駒ちゃんの色がちゃんと出た作品でよかったねってみんな言ってくれて。なんか羨んでた人とかいますか？でも乃木坂には本当に被写体とつすごく魅力的な女の子がたくさんいるので、これからファースト写真集を撮るとしたら今しかないと思います。今のうちにもうセカンド写真集になっちゃうかもしれないじゃないですか、他のメンバーが。なのでファーストを撮るなら今しかない。そう、おすすめな女の子がたくさんいます、乃木坂に。すみません、そのおすすめの女の子、例えば誰ですか？私が最近結構いいなと思ってるのは寺田蘭禅っていう2期生の子とか、あと1期生の樋口ひなちゃんっていう子もすごく好きですし、まあ、自分も純粋に自分の趣味で撮ってみたいなっていう子が多いです。生駒ちゃんらしさが出てたっていうふうに他のメンバーから言われたってお話なんですけれども、生駒ちゃんらしさっていうのはどういったところがそのらしさなのかっていうのをちょっと改めて教えてほしいんですけど。自分じゃわからないですね、らしさって。でもどちらかというと、こうなんだろうな、あまり笑顔じゃないと思う。あんまり笑顔が苦手なので、なんか笑顔じゃない表情で映す自分が自分らしさ。自分らしさかなと思います。あと秋元さんの帯多分書いてると思うんですけど、はい、秋元さんにも見せてたんですかね？なんか見せてたらなんかリアクションあったら教えてください。まだないです。まだ見せてない。いや、わかんないですね。見てくれたかな。見てくれてたら嬉しいです。あとその衣装の話なんですけれども、そのセーラー服と別に水着姿も披露してると思うんですけれども、はい、
他のメンバーの写真集割とセクシーな水着が多いと思うんですけど、スクール水着っていうのをなんか知った時に驚きとかそういうのご自身でありましたか？自分でやろうと思って、なぜやろうと思ったのかちょっと具体的に教えてほしいんですけど、スクール水着も10代限定だと思って、まあ、変な話20歳になったら似合わないですよね。やっぱりなんか男の子も女の子もやっぱり10代のうちに着るから作品になれるので、スクール水着も作品として撮っておきたい服だったので、なんかいいんじゃないですかって自分から提案して、